こんにちは。あ、はじめまして。あ、加納さんでいらっしゃいますか。はい、どうしよう、動かない方がいいですよね。動かない、あ、そう、お体的にちょっと。今回の動画は神奈川県の山さん通信さんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いいたします。出演者大募集、概要欄に掲載されている G メールまでご応募お待ちしております。ネイキッドロフト横浜さんにて12月29日19時半トークライブを行います。つむごくさんと中村さんも来てくれます。現状どういうような症状というか。現状ですね、診断されてからもう2年半ぐらい経つんですけど、うんうん、歩くのがやっとと言いますか、うんうん、でもあんまりもう力も入らなくてですね、うんうん、もう掴んだりっていうのがあんまりもうできなくなってきてる感じですね今。それはなんていう病気なんでしたっけ。筋萎縮性側索硬化症、うんうん、ALS っていう、はい、難病。はい、そうですね。どれぐらいの珍しい病気なんですか。何人に1人とかってよく難病とか。ああ、10万人に1人、2人ぐらいですかね。目の下にこの赤くなってしまってるっていうのは、それは、その、後遺症というか。あ、いや、これはちょっとやっぱ体が悪くなって、ちょっとこけてしまって、あ、はい、数日前に。で、どうしてもちょっと手がもう動かないんで、もう、こけると、今後は顔から、こう、行ってしまって、ちょっと、あざになったと言います。今、痩せてしまってるっていうようには見受けられるんですけど、はい、でもそれは症状が進行してるから、こう、細くなってしまってるってことですか。ああ、元から細い分、もあるんですけど、それでもやっぱり多少は筋肉が落ちてきたのか、ちょっとずつ体重が落ちてきたかなっていうところですね。今何キロあるんですか。今46キロぐらいです。何センチですか。約180。元から痩せてるんですけど、まあさらに最近ちょっと落ちてきたかなっていう感じです。そうか。で、今、その進行を止めるための治療を受けてるってことですか？ああ、そうですね。止めれたりする可能性がある治療っていうんですかね。はあ、保険適用外の難しい治療なんですけど、はあ、普通の病院でもらう薬はどうしても、ただ遅らせるだけの薬なので、うん、ちょっとその再生医療っていう本もちょっとこの度受けさせてはいただいています。うん、どんな仕組みでそれを治していくんですか。いろいろなんか種類があるみたいなんですけど、はいはい、細胞を一回取り出して培養してまた戻す。それいくらかかるんですか、それ。ですね、これもおそらく多分病院によって違ったりするんだと思うんですけど、はいはい、一区切りの治療ですかね。点滴が、そこは3回でワンクールなんですけど、200万ちょっとぐらいっていう。約1回の点滴が70万ぐらいってことなんですかね。それも1回打ってみたんですか。いや、まだ打ってなくてですね、今量を減らした、うんうん、よく鼻詰まりとかで鼻からシュッてするのがあると思うんですけど、うんうん、ああいうタイプの今治療の方をさせてもらってます。あ、1だと、まあ、値段が大体30万ぐらいですね。うんうんうん、なんで。何歳なんでしたっけ、あなたは。あは36になりました。はい、仕事はもう辞めてるっていう状況ですか。
いや、現状なんとか今勤めてる会社に置かしてもらって、うんうん、もうできる範囲で仕事をさせていただいてるという感じです。今何の仕事されてるんですか？ちなみに、製造業なんですけど、金属加工です。筋力がない状態でできるブロックってどんなものがあるんですか？もう本当に手のひらサイズのものか、うん、今もうほとんど現場には出ずにパソコン、うん、あ、その事務作業とか的なキーボードを打つぐらいの感じはできるんですか？ああ、まあそうですね、まあ、まだなんとか。ペットボトルを開けるのはもうちょっと厳しいですか？ああ、もう開けれないんで、今もう開けるときは口で。はあ、はい。ご家族はいらっしゃるんでしたっけ？ああ、はい、子供3人います。はい、それで今その高額治療の費用が乗っかってきちゃってるって状況なんですか？そうですね、を受けたいなと思ってるところですね。はあ、この病気が発症する前はどんな暮らしだったんですか？はい、もう普通に3人の子供がいて。そうですね、もう普通のごく普通に一緒に外で遊んだりとか、うんうん、はい。発症する年には、はい、子供はどういう構成、何歳何歳何歳って構成ですか？7歳、5歳、1歳ですか。あ、体に異変を感じたのはいつからですか？半前なんで、職場の朝ラジオ体操が2階であったんですけど、うん、階段を上り下りするときに足に違和感といいますか、足がうまく出なかったのが初めですね。それがほっといた状態から どう進行していくんですか？上り指が辛くなってきて、うん、ちょっとおかしいなと思って、うんうん、大学病院の方を紹介してもらって、うんうん、そこで2週間検査入院をして、うんうん、診断が下ったっていう感じですね。うん、その頃は普通に歩くのもちょっとしんどいぐらいですか？そうですね、まだ歩けるんですけど走ることはもうできなかったですね。うんうんうん、はい。あ、もうでも そのレベルまで、そうですね、筋肉が萎縮しちゃってる。そうですね。それはどういう治療方針になっていくんですか、その時は？現状を、まあ、治す薬がないっていうことで、うんうん、進行を遅らせる薬っていうことで、一応病院の方からは処方はしてもらってるんですけども、うんうんうん、どんぐらい遅れるかっていうのはちょっと、まあ、わからないんですけど、うん、はい。家族に伝えた時はどんな反応だったんですか？検査入院した時に結果を一人で聞くって言ったら、まあ先生の方がご家族とっていうことで、まあ嫁さんに同席してもらったんですけど、うん、まあやっぱり泣いてましたね。そうですね。しかも治し方が分かんないっていうことなんですよね。そうですね、はい。まあ現状治せないっていうことです。当時診断が下った時に、うんうん、周りの友達とかに、うんうん、その話した時にいろいろ調べてくれて、うん、同じ病気の人がまあ再生医療を受けてるっていうので。募金を募るじゃないですけど、うんうん、そういう会社を立ち上げてくれて、うんうん、で今回は点滴じゃないですけど、その鼻からの治療を今は行わせてもらってるっていう流れ。はあ、そっか。その先人たちは今どうなっていっているんですか、その病気にかかってしまった人って。この病気が進行すると、うん、その呼吸すらできなくなるみたいで、人工呼吸をつけるかどうか、うんうん、で、まあ、つける人は体は動かないんですけど、
まあ、生きてはいられる。で、まあ、つけなければ、まあ、正味、まあ、死んでいくっていう。動けないけど、生きるか、もう、そのまま死ぬかっていう。のが、まあ、皆さん、そうだと。そっか、じゃあそれは、診断された時点でそれを告げられるんですか、医者からは。それとも、調べていくうちにそれが分かってくるんですか？調べてもいましたし、その、決める時が来るっていうのも言われましたね。会社ちゃんとそれを理解してくれて、まあ、できる仕事っていう感じにシフトチェンジしてくれたんですか？あ、そうですね、現状、はい。できる範囲でいいよっていうことを言ってくださってるので、うん、今もまだ一応働かせていただいてます。はい。そっか、それで、まあ、友達が寄付会社を、寄付金を集める会社を作ってくださって、で、今回これで連絡もくださったってことなんですよね。はい。その、まあ、ちょっとこう病気ってことも含めて知ってもらうためにというか。はい。あれ、体制医療で治ったっていう例はあるんですか？治ったっていうのは、現状聞いたことがないんですけども、進行が止まった。まあ、それが一時的だったりっていうのはあるかもしれないんですけども。今のこの、加納さんの状態というのを、人工呼吸器はつけないで済んでいる。はい、現状、はい。ただ、ペットボトルのキャップを開けることはできない。はい。一人で歩くことはできるんですか？ギリギリ、なんとか歩けるかなっていうところですね。でもそれは、基本的に危ないからなるべくしないようにしてるとかですか？そうですね。本当にこんなことになってしまうんで。うん。誰かに肩借りたりとか、あとまあ長く動くときはもう車椅子で押してもらってっていう状態ですね。要介護みたいな、まあ、その言葉の使い方があったのか分かんないですけど。あ、そうですね。まあ実際もう今自分で頭を洗ったりっていうのも腕が頭まで上がらないんで、うんうん、もう、M さんに頭も洗ってもらいますし、うん、靴下を履かしてもらったりっていう、今、うん、状態になってきましたね。そうか、それがどん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 進んでいくんですね。ああ、そうですね。できないことが増えて。増えてきたっていうことですね。はい、生活としては、一週間どんな感じですか？その普通に月金で働くって感じですか？ああ、そうですね。月曜から、もしくは土曜日まで働いて。出社するときはどうしてって言ってるんですか？まだギリギリ車の運転が自分でできるので、うんうん、なんとか自分で通ってます。そっか、でもそれも病気の進行によって、車を運転する筋肉がもうな、そうですね。もう、だいぶハンドル切るのも難しくなってきたんで、うん、このまま行くと、まあ運転できてももう数ヶ月かなっていう。うん、まあ数ヶ月前に免許更新がちょうどあったんですけど、うん、まあその時も一回止められて、うんしまったぐらいなんですけど。なるほど。会社の人とはつどつど相談するんですか？やっぱりその筋力が、まあ、低下するごとにちょっとずつできないことが増えてくるじゃないですか。まあその都度その都度、うん、まあ前はもっと大きいものを持つのをもうどん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 小さくさせて もうテンフェラサイズまで行ったんですけど、まあそれさえももうなかなか難しくなってきて、まあ最終的にパソコンの仕事って、つかしてもらったっていう。の。はい。今この、加納さんの状態って、障害
社年金みたいなのがもらえるような形になる可能性はあるんですか？現状はまだもらえないみたいなんですけど、うんうん、まあ、あの、そうですね、まあ、これ以上進行して、まあ、もちろん仕事もできなくなれば、障害者、まあ、この年でなんですけど、障害者年金をもらう格好にはなるかとは思います。ああ、はい、そうかそう、そう。今気持ちとしては再生医療で、まあ、その200万かかるって言われてるようなものをちょっとトライしてみて、そうですね、はい、でもしかしたら、まあ、進行が止まる、もしくはちょっと回復するって可能性もゼロじゃない、もうゼロではないとは思うんですけど、うん、まあ、その再生医療自体まだ確立しない治療なんで、まあ、絶対に完治するっていうのはまあないんですけど、うんうんうん、はい、まあ、それをもし受けて止まってくれたらまだいいかなっていう。お子さんたちはどんな感じですか？どう、加納さんのこの病気を見てらっしゃるんですか？どうですかね、まあ全部を理解はしてないと思うんですけど、うん、まあやっぱり普段からもう歩き方とか、私だけご飯を食べるとき、もうフォークとかスプーンなんで、うんうん、まあそういうの見て、手足が悪いっていうのはもう分かってると思うんですけど、うんうん、完全にはまだちょっと難しいかもしれないです。そっか、とか一番今上の子で9歳とか。そうですね。9歳で4年生ですかね。下の3歳の子ですか？はい。とかが、抱っこができなくなっちゃったりもしたってことですか？ああ、そうですね。もう発症してから抱っこはしてないですね。うん。あの、抱っこしてこけちゃうとあれなんで。保険が効くように法律が変わるのを待ってたらもう遅いから。そうですね。ってことですよね。そういう。そうですね。1年間でどれぐらいの金額が集まったんですか？切るのは分からないんですけど、200万くらいですかね、うん、お金が集まるたびに事情に回してくださってるってことですかね？ああ、そうですね、ちょっと今回ある程度溜まったところで、その点滴だと長く続けられないので、その鼻の方からの治療をちょっと少しでも長く続けさせてもらおうかなっていうことで、うん、今回そっちの選択させてもらったっていう感じです。鼻に何をするんですか？あのスプレーみたいな感じで、点滴の同じ成分をの本当少ない量を鼻から今度シュッシュってスプレーでそう入れるだけなんですか？はい、そうですね。あ、それを今集まった金額で言うとどれぐらいの機会やれるんですか？3ヶ月で約30万円なんで。そうか、じゃあ1ヶ月10万と換算して、まあそうですね、だとして20ヶ月ぐらい今のところはできるっていうことですね。ただやっぱりその点滴に比べて量が圧倒的に少ないってことで、うん、まあ一応その病院から説明あった時もあくまで点滴のまあ予備って言ったらあれなんですけど、うんうん、まあできれば点滴の方がいいとは言われたんですけど、うん、まあ金額は金額なので、うん、なかなか一般人にはなかなか、いやいや、もちろん難しいかなっていうところですね、はい、うん、なるほどね。そっか、で今回こういう、まあ、YouTube とかのインタビューでも何でもいいから受けてその知ってもらおうっていうことで来てるの。あ、そうですね、はい、まあ、そうっすよね。今ってだから どんな思いで生きてるというか、
釣りをはじめ周りの人に本当に支えてもらってるんで、うん、もう頑張ろうっていう、なんとか踏ん張らないけんなとは思ってるんですけど、うん、まあその反面いつ本当に体が動かんくなるかなとか、うん、動かんくなったらどうしようかなっていう先のことも半分は考えてます、うん、しかも奥さんとかはこの2年でちょっとずつ心境とか変わってきてるんですか、それともどんな、どうですかね、口にはあまりしないんですけど、うん、周りの世話をしてもらうことが増えたんで、どうなんですか。ああ、まあだから。そうですね。あまり僕もそこは聞かないようにというか。まあね。まあ、とにかく、一旦その再生以上みたいなことを受けて、可能性にかけるっていうことですよね。そうですね。そこに、かけるしかないのが現状と言いますか、うーん、普段飲んでる遅らせる薬を飲んでもまあ遅れるだけで進んではいくので、うんうん、進行が止まったりする可能性があるなら再生療法っていうところですね。なるほど。どれくらいの寄付金がこの動画をこのアップしてから集まるかってちょっと予測はできないんですけどインターネットで寄付できるようになってるってことですもんね。ああ、はい、そうですね。もうそこら辺も友達が全部完全に任せてしまってるのであれなんですけども、うん、はい、いやまだそれでやってくださってるってことですもんね。そうですね、はい、うん、1回200万円の点滴をその成功した人、進行が止まったって言われてる人はどれぐらいの期間続けたっていう感じですか。続けてる人はもう何ヶ月もおそらく続けてると思うんで、おそらく1回ってことはないと思います。もう何回も何回も。そうか、それも10回以上やってる可能性もあるんですかね。そうですね。10回だって2000万ですもんね。そうですね。これ20回だとしたら4000万ですもんね。そうですね。でもそうでもしない限り進行止める手立てがないんだったら諦めないで集める方向を頑張った方がいいですもんね。そうですね。家族のためにもというか。そうですね。なんとかチャンスをあげたらなとは思って、あのみんながもう動いてくれてるので、うん、病気になる前に自分が描いてたその将来像みたいなのってあったんですか。その前が当たり前というかまあ普通というかの生活だったので、うん、特に酒のことを本当に何にも考えてはなかったんですけど、うん、でも、まあ、まさかこんな病気になるとは、まあ、本当に思ってもなかったので、うん、まあ、普通の生活ですね、うん、はい。今 SNS とかやってらっしゃるんですか、ご自身は。一応そのみんなが作ってくれた団体のインスタですかね、うんうんうん、とかは一応作ってはあるんですけど、うんうん、まあなかなかまあ更新はそんなしょっちゅうはしてないんですけども、そっか。ツイッターとかはあるんですか。あ、ツイッターか X もう、はい、ありますか。はい、あります。なるほど。まあ、正直あのそういうのに本当疎くってですね、うんうん、もう本当にその団体を立ち上げてくれた友達にそこら辺はまあ任せてしまってるっていうのがまああれなんですけど、なるほどね。
まあ、生きるためにお金たくさん集めなきゃいけないですもんね。そうですね。その治療を受けるにはどうしてもちょっとお金がまあ必要と言いますか、うん、いやそうです。なかなかちょっと自分たちだけじゃちょっと導入できないっていうところです。うん、この取材させていただいて、まあ、今それを見た人がこう応援したいと思ってくれて寄付してくれたらいいなと思ってもちろん作るんですけど、でも結局これって継続的な支援とかも必要になってくる可能性がありますよね。言ったらそうですね、なかなか終わりが見えない治療に多分なってくるので、うん、そうですね。だから大変かもしれないですけど、自分でももしかしたら定期的な何か病気についての発信とかを、はい、なんかインターネットを通じてあ、はい、やった方が、そうですね、もしかしたらあの例えばこの動画出た後も、はい、別にこう動画関係なく知ってもらえる人が増えるかもしれないですよね。はい、そうですね。で、まあ、インスタとかの投稿は、ちょくちょく現状を、まあ、知ってもらうっていう意味で、まあ、あの、嫁さんとかが投稿はしてくれてるんですけども、うんうん、その普段の生活とか、まあ、なんか、はい。スマホはいじれるんですか？筋肉的な、それもちょっとやっぱ厳しくなってきてるんですか？そうですね、もうなかなか文字が打つのがちょっと、なるほど、もう打とうとするとなんか手が震えると言いますか。なるほど。はい、ちょっともうちょっと力入れるだけでこう震えてきちゃうんで、うん、なかなか打つのも難しくはなってきてるです、ね、はい、写真撮るのもなかなか、うん、そういう SNS 運用みたいなことをもしかしたらやってくれるような人が、多分奥さんって家事も育児もあるから、まあそうですね、正直ちょっとそれでさらにそれもってちょっと大変すぎますもんね。そうですね、なかなかちょっと時間がまだ下の子もちっちゃいんで、うん、取れないとこはまああるんですけど、ね、そうですよね。鳥取県の地元に知らなかったけど手伝いたいって人が現れたりとかしたらありがたいですよね。まあそれは本当にその信頼できる人なのかどうかわかんないけど、でももしたら普通に善意で何かね役に立てることがあればっていう人が現れてくれたらいいですね。そうです。まあその今回そういう友達がまあ団体を立ち上げて、そのいろいろ話をしてくれたことで、本当に近所の人だったりとか、うんうんうん、本当にその子供が通ってる小学校の方もちょっといろいろ協力はしてくれて、うんうん、本当に学校で朝募金活動を、うんうんうん、がしてくれたりっていうことをしていて、うんうん、もう本当に感謝はしてるんですけど、うんうん、はい、うん、そうかそうですよね。でもさ、その輪がどん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 広がっていったらいいですよね。そうですね、きっと。でもなんか力になりたいと思ってくる人はなんか話を聞いてみたらいるはずだと思うんでね。はあ、喋りづらくもなってますか、ちょっとずつやっぱり。そうですね、正直最近ちょっと言葉が発しづらいなっていうのを、うん、いよいよそうですね、口の動きも悪いかなっていうのは正直感じてます、うんうん。それでやっぱ言葉が発しづらくなるっていうことで気持ちも落ち込んできたりとかしちゃいますか、やっぱり。そんなこと、うん、落ち込んというか本当に焦りですかね、やっぱり、うん、もう体が
あれもできない、これもできない。で、ほんと最近なんか、スラスラ、喋ることもできん感じで、焦りですかね、やっぱり一番。本当にだからその再生医療の治療を、確かに頑張るしか今のところ道がないですもんね。そうです。できる限り、寄付が集めまるように、頑張って動画も作ろうかなと思いますし、なんか、まあ、僕も協力できることをしたいなと思うんで。本当にありがとう。いやいやいや、めちゃくちゃ怖いですよね。そうですね。どんどん体が破壊されていく感覚ですか。そうですね。まあ、日に日には分からないんですけど、やっぱり数週間、数ヶ月で見ると、本当に動かなくなってくるのが分かるので、うん、まあもちろんできないことも入ってくるので、うん、そうですね。うん、まあ、ただ本当に、どうしよう。っていう思うぐらいです、ね、本当にこれからどうしようかなっていう。いや、どれぐらいの金額が、集めたらいいかっていうのはちょっと正直分かんないところじゃないですか。そうですね、うん、はい。でもだから魔力チャンネルの力だけでもなんか弱いような気もするんでちょっとなんか、まあ、何人かちょっとお声かけしましたね。こういうのあるんですけど、ちょっとなんか、拡散に協力してくれませんかみたいなのは、ちょっと、聞くだけ聞いてみます、ね。もちろん、その人たちが どう感じるかっていうのはちょっとわかんないので、あはい、まあ、あれなんですけど、1回の一応200万円ですよね。そうですね。まあ、3ヶ月、約3ヶ月で200万円です。そっか、だから、年間で言うと、800万円。そうですね。まあ、多分、病院とか治療法によって変わってくるとは思うんですけども。うん。はい。だから年間800万円かかる。で、それが終わりがいつかも見えない。見えない。戦いではある、はい。そうですね。けど、やる価値はある。そうですね。ことですもんね。そうです。うん。そうです。だからそれを、協力を仰いでみますね。実はこういう人がいるんですけどっていうので、どんな形がいいかはわかんないですけども。そう。でも10万人に1人って、日本中で1000人はいるってことですか、じゃあ。まあ、いると思います。1000人はでも同じような。はいると、はい。で、しかもなっちゃったらもうさっき言ったような、もう人工呼吸器つけるまで筋肉がダメになってしまうっていう。そうですね。それって脳とかに特に別に影響がないんですか？そうですね。一応、聞いてる話だと、意識とかは、はっきり。意識、痛みっていうんですかね。感覚は、はっきりしてるみたいなんですけど、本当にただ、もう、体が動かない。だから、意識のある植物状態手前みたいな感じになってしまったんですね。その、末期って言うと。はい、そうですね。もう最終的には、そうですね。まあ、ある意味一番、意識もある状態なんで、一番、えぐいって言われたらえぐいと。そっか。だったら、ない方がいいという。そうですね。もう変な話。横側にあれば、まあ、正しいかどうかはわかんないですけど、まあ。なるほどね。そうです。なんか考えてますね。ちょっと年間800万円が1年でも2年でも継続できるようなことができる
なんか、募金が集まるのか、何か。なんで自分がって気持ちにしかなんないですよ。だってそんな、だってもういきなり突如って感じですもんね。そうです、本当に当時は本当に何にも思わなかったですね。まあそのうち治るだろうぐらいで思ってたので、でも同じような悩みを抱えてる人が1000人近くいるってことですもんね。そうです。これってだから本当それが保険適用になるような手術になればそれはそれでありがたいですよね。一番まあ話が早いって言ったらあれなんですけど、でもそんなこと待ってる場合でもないですもんね。そうですね。まあ正直時間との勝負っていうところがあるので。なるほど。ですよね。わかりました。頑張って寄付がどれぐらい集まるかをちょっとなんかなるべく多くの寄付が集まるような形になるようにちょっと相談してますね。いろんな人すいません本当に気合いのあれで。さあさんありがとうございました。すいませんありがとうございました。じゃあちょっと頑張ってくださいっていうのもちょっとおかしな話ですけどちょっとなんか協力しますので。はい、すいませんありがとうございました。はい、ありがとうございます。今日はじゃあ ここからずっと大変ですけど、はい、じゃあ OK です。ありがとうございました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 。出演者大募集、概要欄に掲載されている Gmail までご応募お待ちしております。ネイキッドロフト横浜さんにて12月29日19時半トークライブを行います。つむごくさんと中村さんも来てくれます。終演後ファンコミュニティ限定の打ち上げも行いますのでよかったら入ってください。よろしくお願いします。